さあ先ほどから大活躍ね荏原ヒューゴ。さあこのままモサまでいけるか。さあパームを取っても緊中系は入りません。前方転身中足トーラさんワープして来撃中。パームパームパームとワープを投げる。あれ投げは残ってるんですね。そっからのソウルフル中段。うわー見えてますエバラ。いやんためます。タッチ終盤飛んだ瞬間にタッチ終盤。技の置き方がうまいエバラ。さあイアンが攻めあぐねている。守りが強いヒューゴに対してヤンは相当攻めが強くならなければ崩せない。投げてバームバーム透かしたところにトーローさん。これうまい。前中継キープソウルスルー。これは返される。さすが精鋭読んではいたが返せない。立ち受けが刺さる。灯籠を差し返していく。ギガスが刺さる。エバラヒューゴー強い。さあエバラが 10-0 で勝てないと言ってる相手が入ってきた。第2戦の何が起こるか分からない。そんな強さを見せた試合エバラヒューゴ見てからソルする。さあ 10-0 つけられているこのカードで第2戦では勝ちたい。踏みが刺さる。投げて天狗出ました。これダラトス式おしゃれー。一人だけマーブルでやってます。タナトス。なんだ今のはタメ分割ですかね。あーこれ繋がらない。ハンマーは空中でも当たる。だが減らない。わしバーム投げグラップピオリシャ残ってるぞ。殴り合いプロレスです。千人とプロレスラーがプロレスをしている。これは減る。あーしかしハンマー取れない。エバラがあるのか。あるのか。なんだこの走ってしまう。やりたいだけでした。さあ2位とはプラス2ということで2位とこのまま3連勝したいところ。さあオロセンは分かっているんでしょうかね。2位とあんま関係ないんですけどね。2位との場合自分のしたいことをするといったスタイル、これがニートの真髄ですから。ダッシュ中この戦いそういえば3回目ですね。見るの上張ったが消された。ニート残念賞を送りたいと思います。うまかったんですけどね。さあニートには残念賞を送りたいと思います。マイナス1点です。さあ大パン大足2位が当たってリープヘッドから投げる中パン。これは当たる。逆に投げてヘッド。これは空中くらい走ってくる。タラトス壁で押し返す。ニート
タラトス壁があっても問答無用、オロは背が低かった。今その新事実が発見されました。ウェイゼスの下にいたら当たりませんでした。しかし後半しまずい展開にいた。上張って中断取られた。お互いファンタジーさあ再び SHO。 さあこれ一生決着がつかないのか。 SHO とイアンそろそろ頑張ってほしい。さあコボクシーベッショー中足中足返し投げて中盤絶勝かくっていた。お見事。中盤中大ターゲットタイク、これお見事。ゲージ早い、近づいたか。投げて中足リープ中足リープ、前方すかしてミチリン発動絶勝。完全ラスト4です。マイブロこれはサードストライクなのかスト4なのか。すさまじいファンタジスタのタナトシン投げてこんな投げ返す。中盤中盤フミミ中足中足で溜めていく。これはナイバーループって決めていく。めくりなぜかゲージが切れたせいでこんなやり返す。めくり鬼ヤンマ大足投げるタラトス。さあイアントでこれタナトスがプラス2に復活ですか。みんなタナトスワールドに巻き込まれて終わりそうな雰囲気もありますけど。投げて中足 EX、 イアンが集中力を取り戻したか。踏んでスカシゲダン、これは当たらない。日中継ゴロゴロ回って中盤中足トロさん、これはしっかりスタンさせていく。ダッシュ中盤、これは痛いかと思いきや謎の補正切り。中盤踏まない、投げ下風呂中足ソロさん EX ソロ、これは踏んで中大大DX ソロ追っかける。いや置き攻め、もう足が重なんない。いやん重ねの練習がまだちょっと甘いか。ブロって来撃中投げてコバコバコバ EX、トロさん中足 EX トロ中大大から全身決めていく。さあ3連勝すると4連勝目には絶対負けるといったこの流れ。さあちょっと1回疲れたので1回ニートさんの実況してもらいたいと思います。お願いします。どうもよろしくお願いします。くらえっつって
はいはいはいっつってやっぱヒューゴ頑張ってヒューゴヒューゴ回ってきてくれうわっうわこれ寒いやん寒いです全部読めていたごめんあるよエバーさん頑張ってエバーさんエバーさんお願いヒューゴ回してヒューゴヒューゴヒューゴあのベッパベッパなしさあ放送実況事故者のニートさんの登場です。さあ大足中足登場者これ繋がらない逃げジャンプ投げてスーパーエイジス コパコパコパ壊し撃ソロ投げが決まって前方停止中足灯籠さん壊し撃ソロワープして裏が逃げるお見事コパンの判定で前に出た時に投げられる全部ブロリたかったが取れないブロでダイブゲージを貯めたイアン前中継さあ、小足中足灯籠さん前方転身中足 EX 灯籠中足 EX 灯籠を下しているヘッドこれはクイック取っているさあどうなるさあ勝ちたいやん投げグループこれは距離を保って一回壁を消すガーダシダシ投げて EX 差し返すいやんたまらないああめくり雷撃中盤でしたねさあ SHO 降格戦ですこれ2位とは上がるんですかね流れ的にこれ2位イアンが頑張ってくれないと国抜き王国までに俺の声が潰れるんですけどまあちょっとゆっくりやっていきましょう2位とかプラス2 SHO 降格戦ですねマイナス2タナトスプラス1イアンプラス2
エバラヒューゴプラマイゼロといったところでお送りしていきます。これまさか SHO の降格があるのか。これはニーと運がいいです。決断中盤2勝タックル、エイズ小足小足でしっかり発動してニートが幻影人なんて怖くないと何が飛び出る。予想では EX2 やっぱり予想通りでした。さあ中盤中足投げがなぜか決まる大マッチ。これは拾われてテスさん打開でしょう。結構減ったぞ。スヤ中大ゲージ発動してこれは完全タイク小牧師中盤中足小牧師打開でしょう。なぜかしゃがみダイパー気が狂ってます。ニート何が起こったら当たるのかわからない。ゲージ発動して上壁を張ってる前にと、なぜかゲージ中に突っ込んでいく。これがニートスタイル、ニートの神髄です。ゲージ発動してニーが刺さる。 SHO 降格戦でこのやられ方は嫌なはず。うまいんだこういうところだけうまいんです。ダッシュ鉄板を投げるスキーヘイジス SHO 降格。まさかの降格です。でも猛者なんでね、このままいてくださいね。ガルできます。さあこれ再び登場タナトス。リープさあ EX21 に投げてこのタナトスの EX タックルに対する対応がすごすぎます。さあタナトス見切られていた。さあお互いやばいやばいと、あなたたちがやばいな、動画を見てるみんなが分かってますから、自分たち一生やばいやばい言ってますからね。この2人最高です。これニートがなんとこれ勝つとプラス4、ニート神あるんですか。中盤踏み踏み中盤踏み踏みタナトス式さあめくってリープ、なんだそのコンボは。屈伸5連発からの緊中継、さあ壁に当たりに行くタナトス中段これは見えてます。リープこれも見えてます。ニートおーヘッドにうますぎる。テンション上がりすぎタナトスオリコン、タナトスのテンションフルマックスです。うわーこれはある、どっち当たらないカス
これ初段戦じゃないですよ、大丈夫ですよね、つわもの戦ですよね、大丈夫。さあ勝てば昇格、さあニートが昇格してもいいんですか、いいんです、声が詰まれます、一人でやっております、もう1時間しゃべり続けております、国抜き王国までに声を取っとかなければいけません、さあ江原さん頑張ってほしいが、俺の声はニートを応援している、さあ自分が投げて、どうなる、スピアダイバチ距離を取るニート、なぜか上手い人になる、ここでここでなぜ謎の言ってる、ハンマータイク、これはあまり平和映画、しゃがみライフ確定、さあニート頑張ってほしい、ニート勝てば昇格、自ら画面味を背負うニート、これは完全にぶっ放しです、さあニートが猛者になるのか、これは SHO とイアンの責任問題になってきます、さすがにあなたたちゲームが上手いんですよ、あなたちゃんと頑張って考えながらやってるんですからね、しかもユンとヤン使ってるんですからね、責任問題ですよ本当。さあ江原優子がガン攻め、ここでぶっ放していくぶっ放していくしかし鏡、ファイナルラウンド Now。さあ秘密のニートちゃんが鏡を打っていきます、リセット、さあニートが人生初の猛者に、うわーこれは当たる、しかしこれは一角に見せて、安いニートが上がれるのか、EXZ 投げてエンバラエンパーニート、コンパコンパ、さあこれは